なんで何なんでカメラ近づいてきてる何何何何これちょっと見てもらっていいですか、はい、え何これお金くれるんちょっと見てもらっていいですか怖いんやけどなんか何なんか入ってんで紙何これなんかめちゃくちゃいっぱい書いてえミッションこれはこれ何なの何一旦読んでもらってもいいですかミッション今回のミッションはヒュンダイソウルで利益を10万円出すことちなみに厳しいルールが3つあってルール1制限時間は1時間ルール2送料手数料を引いた後の利益額ルール3ヒュンダイソウルのみで行うこと正直ルール1の制限時間1時間ってほんまきつくない目当ての商品がなかったら難しいんやけど頑張って1時間で利益10万円以上目指すから最後まで見てなちょっと今からご飯食べようと思っててんけど無理です無理早くない無理だってお腹空いたし空港から着いて無理ですこれやらなあかんゆる一択ですほんまにはいしゃあないなじゃあまあやるかほな行こう結構大変やな1時間10万やったらせやな運が良かったらいけるかもしれへんけどちょっと助っ人呼びたいかな1時間やったら運良かったら10万いくよでも今回は行ってみな分かれへんなそれはいけるまあいけると思ったらいけるっしょはいってことでヒュンダイソウルに着きましたでは今からミッション達成のために早速下に降りて行きたいと思います行けそうです頑張りたいと思います時間がちょっとあの制限時間決められてるから今日はちょっと本気でいつもの以上に頑張っていきたいと思います今回1店舗目に選んだのはマーティン・キムなぜマーティン・キムを選んだかというと SNS で若者に流行っていて超バズってるからここは利益が出ると思い選びましたこれもともと見てたやつですスウェットのズボン金額がめっちゃ安くなってます50パフ6万4000ウォンでこれが販売が1万7000円ぐらいで売れて利益がこれ1個で8000円取れますこれ売れていいですねで次 T シャツがこのロゴのやつすごいなんか人気なんですけど短いやつとロングロングは白黒ありました短いやつが3万9000ウォンで買えて6500円で売れて1400円ぐらいの利益ですで長い方は値段まあどっちも一緒なんですけど仕入れが4万1000ウォンで販売が6500円の利益が1155円まあ2色大体同じ感じです仕入れとかは一緒です販売も大体一緒ぐらいですでもう一つこれ前も買ったんですけどこれは4万3000ウォンで買えて6700円で売れて1600円ぐらいの利益ですこれも黒とホワイトがあったので買っていこうと思いますで各商品複数ずつ買っていくのでそれで結構利益出るかなっていう感じですあとは靴下このあたりのやつこれとかあるんですけどここにはちょっと書いてなかったんですけど、仕入れ値が日本円で1965円ぐらいで販売が3800円ぐらいで利益が1300円ぐらいでもう一個黒もあったんでちょっと店員さんに聞いて買っていきたいと思いますあともう一つちょっとお目当てのものがあったので在庫あれか聞いていきたいと思いますこれなんですけど4000円ぐらいで買えて1万ちょっとで売れて利益がなんと5000円ありますちっちゃいし持ち帰りやすいんでいっぱい買っていこうと思いますいやーマーティン・キム人がめちゃくちゃすごかったです利益の計算がまだできてないんですけどおそらく3万から5万ぐらいの利益は見込めるかなっていう形ですじゃあ次行こうか微妙に違うなぁこれちゃうんかあちゃうなこれちょっと狙ってたシリーズのサロモンっていう靴なんですけど、ちょっと狙ってた色味のやつはなかったです。ヒュンダイソウルちょっと店が広すぎて、いやーめっちゃ迷うな。なんか制限時間があるんでね、急がないとあかんくて大変です。あ、でも夏物ばっかか。2店舗目に選んだのが This is never that 2店舗目で利益10万円を達成するために1万円以上の利益が取れるダウンジャケットを狙いに来ました若干違うような気もするな違いました惜しい多分これやと思うんやけどなんか売れてるっていくらなんやろこれ値段気になるなこれ
持って帰れることないけど、ちっちゃいし持ち帰りやすいんで、いっぱい買っていこうと思います。これの T シャツとかちょっとあるか見てみます。時間も迫ってきたし、一旦ここは出て、他のお店に行こう。一応利益出るような商品はあったけど、ちょっとここの利益額じゃミッションクリアの10万はなかなかたどり着けへんから、もうちょい高利益見込める店舗に先行こう。皆さんに大切なお知らせがあります。韓国物販で稼ぐための重大特典をご用意いたしました。特典の受け取り方法は下記概要欄の公式 LINE を登録するだけです。すぐに特典を受け取って学んでいただけるようになっております。いや、時間制限がある中で利益出すのってなかなか難しいな。しかも今日はめちゃくちゃ人が多いから、急がないとレジもね結構並ぶし、火曜やのにこんな人おんのすごいわ。あ、ここか。あったあった。次に選んだのはカルバンクライン。カルバンクラインは鉄板の仕入れ先で、 BTS のジョングクさんが着てたからめっちゃ人気なんです。実は前も買って売れた商品があるから、またちょっと追加で買おうかなっていう感じで着てみました。いいのありました。これ仕入れ値が19万9千ウォンです。で、販売価格が3万円でした。なんで利益ちょっと計算すると利益が4600円出ます。なんでこれを買っていこうと思います。前も買ったんですけど、利益1400円ぐらい出るんで、買っていきたいと思います。これ。この T シャツが5万9000円で、14500円ぐらいで売れるので、利益が6410円出ます。なんでこれ5着ぐらい買っていきます。じゃあ、ちょっとレジ行きます。どっちやったっけ、どっちやったっけ。多分エスカレーターの方やねんけど、どこか分からへんわ。なんか端っこの方に店あったよな。ケース今行って商品あったら一発逆転できるから、早よ行かな。もうなんか踏んだし、もうちょっと携帯準備しとこう。これ欲しいですっていうやつがあるから。あ、やっとあった。ケースティファイあったあった。最後はケースティファイです。ヒュンダイソウルのケースティファイは日本未発売の商品があるので最後に残しておきました。あ、スパイダーマンおりそうやな。ちょっと見に行こう。スパイダーマン、スパイダーマン。あ、あった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 。ないやん、もう。ないやん、最悪やわ。ああ、最悪や。急ごう。違うとこ行くし。違うとこ行こう。何見ようかな。もうないやん、これ。タイムアップしてしまった。あと1万円で10万円やったのに。ご飯食べたい。結果発表、イエーイ。まず最初に行ったマーティンキムのお店で買った商品をもう一回おさらいしていきます。キーリングが3つ、利益が5000円の商品だったので3つで1万5000円の利益でした。で、2つ目がロング T シャツで白と黒を5つずつ買ったので、1個あたりの利益が1155円、かける10点で11550円の利益でした。靴下なんですけど、3色あったんですが、黒色が売り切れちゃってたので、白とグレーを各3つずつ仕入れて、1個の利益が1314円利益、かける6個で7884円の利益でした。そして最後にマーティンキムで買ったのがスウェット。スウェットが8000円かける2で1万6000円になるので、マーティンキムでは合計5万434円の利益でした。で、次にカルバンクラインで買ったものを発表します。カルバンクラインではカルバンクラインのロゴ T シャツを5着買って、1着6412円の利益なので、5着で3万2065円の利益でした。もう一つが G ジャン買って、これは4600円の利益で1点買いました。最後にキャップ、キャップが前も買ったんですけど、1個あたり1400円の利益でかける3つ買って4200円の利益でした。カルバンクラインでは合計4万865円の利益になりました。なので最終的に2店舗の合計利益が9万1299円になりました。でも最後のスパイダーマンでさ、あれ買えたら10万いってたやん。
でも10万いってるのと一緒じゃない？お腹空いたしご飯行こうや。なんでなん、もういいやん、私が出すから。もうご飯行こう、もうお腹空いて死にそう。サムギョプサル食べたいわ。厳しくない？その在庫なかったのは店員さんに言って。私は知らん、そんなん。じゃあもうご飯行くで。うん、おごるから早行こう。チャンネル登録よろしくね。